かっこいいかっこいいということで、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、実は、まあ、ダイパー自体が初見というね、なんとなくは知ってるんですけど、実はプレイするのは初見という、そう、ダイパの時は多分別ゲームやってたと思うんですよね、ダイパが流行っていた頃は。そうなんですよ、うん、まあ、その後ね、ブラック&ホワイトに沼ってたんですけども、最初は特にさ、これプレイする予定ではなかったんですけども、しおんちゃんのさ、化石放送を見てさ、化石掘りたいがためにブリリアントダイヤモンドを始めたんですよ。化石やりてーっつって、でそしたらね、もう何をやってるんだということでやっぱポケモンは色違いよな。はい、ということでね、約2日ほど新事故に魂をつなぎ止められておりましたけども、やっとこそね、新事故から解放されましたのでやっとこそ新事故から解放された。2日間ちまちまやっておりましたけどもね、何回もループを重ねまして、やっと先ほど本日、イエーイ、ヒコちゃんの、しかもメスの色違い、ヒコタン、なんとね、ループから抜け出し、ようやく色違い、そしてしかもメスというね、おいおいおい、どうしたって4000ちょっと分の1プラス 12% 引き当ててしまったと、なんてこったと。そう、まあ、性格はね、そんなに向いてる方ではないんですけども、性格まで厳選してたら終わらないと思って、もういいやっていや、穏やかで、はい、穏やかな性格をしております、はいということでね、やっとこさ、ダイパー進められるということで、ヒコちゃん連れてね、でもこれ目標がポケモンを返しに行こうなんですよね取られるそら返さな あかんなっていう、博士にそら色違いのメスは返さなきゃいけないよなっていうとこまで止めます。一応この放送ですね、色違いポケモンのみを手持ちに加えて OK という放送でございます。ダイパー